さあ今日はですね、東区は伏子にやってまいりました。で、私たちは今伏子多国通りっていう遊歩道を歩いております。藤井棚がずっとありましたんで ね、通称パープルロードと呼ばれてます。ほう、いろんなもの集めましたって感じですね。今回2人がやってきたのは、自然と人が調和し子育て世代の人気が高い東区伏子エリアです。おお、そびえておりますよ、ポプラが。素敵な公園。めっちゃ走ってる。すっごい速いっす。走ってますね。走ってますね。うわ、時速120キロぐらいですよ。めっちゃ走ってましたね。走ってましたね。広めの公園行って走った方が。向こうにもなんか遊具あるしね。そうですよ。ここちょっと森みたいになってますね。いや、いい場所だと思う。家族みんなで来たんですか。ね、お父さんの T シャツにはね、自分の子供のオリジナル。妻が誕生日の時に作ってくれたの。ピクニックみたいな感じ。いいですね。なんかちょっと遠く来たような感じしますよね。あ、この公園好き。パパ好き。パパ。もう毎日見に来んの？見に来る。朝の3時半から。早っ。伏子どうなの？どういう街なの？明るいよね。明るい人が多い。植物と触れ合う人は素敵ですね。いいね。住民の皆さんも生き生きしてますよね。そんな街で見つけた噂のお店が、看板見てください、はいはい、腹いっぱいになる蕎麦屋。もう今石井さんにぴったりじゃないですか。お腹グーなりましたからね、柏蕎麦、鶏肉のボリュームがとにかくすごいです。行くべし。ここ振動ね。ここ振動。はい、車の量が多いですけれども。石井さん、あれじゃないですか。腹いっぱいになる蕎麦屋。うわー。一軒目は蕎麦町伏子店。リーズナブルな価格と圧倒的なボリュームで、看板に偽りなしと評判となり、オープンから1年足らずで満席が当たり前の人気店に成長しました。これずいぶん大きいですけど、ちょっと持ってみて。で、優勝みたいな。優勝おめでとうございます。いや乗り飲みお兄さんたちで。で、これ何盛りってやつ。メガ盛りです。メガ盛り食べきれる。余裕しょ。ほんと、うわ、いいすすり具合。サクッと入りますね。おー、食べてるっすよ。おかわりします。おかわり、もう目おかわりします目泳ぎすぎ。おかわります。鶏肉の量多いですね。おそばが 200g、 鶏が 240g。 おかしいですよ、そばと量より多い。鶏の香ばしい感じも入ってきました。独特の喉越しですね。昆布と海苔を練り込んでます。トゥルン、トゥルン、なんと他の人がよりトゥルン。ツルツルというよりもトゥルン。トゥルン。なんて言ったらいいんだろう。鶏ちゃんです。焼いてんのと煮てんのと。はい。鶏の旨味がすごい。つゆがね、ちょっと甘めなんですよね。で、鶏のエキスが閉じ込めちゃってる感じが。これなんでこんな鶏入れることになったんですか。これやっぱお腹いっぱいになっていただきたいなっていうところです。あまりお蕎麦屋さんに伺ってもお腹いっぱいになることがなかったので、グループの店舗でも鶏を扱ってる居酒屋さんとかがありますので、お腹いっぱいになる蕎麦屋さんって面白いなっていうところから。もともとは市内に3店舗を構える人気焼き鳥チェーンでしたが、締めで出していた蕎麦が美味しいと話題になり、そばをメインにした姉妹店を始めたんです。そういった経緯もあって、普通のそば店にはないこんなサービスも。残ったつゆでおじやを、はい、ラーメン屋さんによく聞くよね。じゃ、とにかく皆さんにお腹いっぱいになる。なんかいろいろ見えてる、はい、カレー南蛮になります。カレー南蛮ってこんな野菜入ってましたっけね。出汁を感じる。つゆにスパイシーがミックスされてるんですけれども、これスープカレーとして出してもおかしくないですね。あ、そうです。信じられない大きさのさつまいも。すごい野生的に食べてる。カ
カレーの旨味を吸って、うん、普段こう野菜不足の人もこれだったらいただけるんじゃないでしょうかね。見て衝撃、食べて腹いっぱい、うん、面白いなっていうところから始まったんですけど、うん、もっと、うん、あのいろんなメニューを結局あのお腹いっぱいになっていただけたらどんどん来ていいですか。はい、ぜひよろしくお願いします。続いてなんですけども、はい、冷たいジェラートが食べたかったのでお邪魔してみました、はい、後味はさっぱり、とても食べやすくて美味しかったですよって。これ何だろう、モコモコしてんの。モコモコ、この通り沿いもいろいろお店ありますもんね。ありますね、スーパーもありますしね、うん、そうだそうだ、うん、あら、ちょっとポツンとおしゃれなお店ですね。お礼さんも初めてですか。あ、入るのは初めて。ここの振動を通るのでして、なんかいつも人が並んでるなって。じゃあ今どんな気持ちなんですか。ワクワクかな。ワクワクしてらっしゃる。2軒目は D ジェラート。季節でフレーバーが変わる10種類以上のジェラートが若い女性たちを中心に支持されるお店です。こちらでございます。ミルクとパイナップルです。パイナップル、ほのかにパイナップル色ですよね。色がちょっと似てます、うん、ジャージーミルクからいこうかな、うん、うん、でミルクが美味しい。本当ね、のど越しがね、すっとね、爽やかな牛乳ですね。山川牧場の牛乳を使っています。厳選された良質な牧草で育てられたジャージー牛の乳は乳脂肪分が高く、濃厚ながら後味さっぱりで、暑い夏に食べるジェラートにはもってこいなんです。じゃあこのパイナップル、はい、季節限定です。おお、果物食べてるかのような。あ、パイの実態を探そうとする味はするのにパイがいない。でもパイなの、うん、あのミキサーで攪拌をして繊維が残らないように作ってます。ジェラートの質をさらに高めているのが、イタリアカルピジャーニ社の最高級ジェラート機。温度や仕上がりの柔らかさを細かく調節し、季節ごとの具材に合わせて作ることができるんです。うわー、思った以上だ。なに、これバブルワッフル。もうなんか貴族の襟じゃないですか。本当だね。ココア生地のを使ってるんですけれども、注文いただいてから焼きたてを提供しております。こっちがキウイですね。はい、上がキウイです。はい、キウイ丸ごと歯使わないで食べてる感じ。すごいフレッシュですよね。はい、で食べながらバブルワッフル。お、ハムって聞こえた。うん、おいしい。カリッっていう感じで、噛んでるともちっていう感じ。皆さんでこれを頼まれて一緒に写真を撮ってっていう。香港生まれのバブルワッフルは数年前から本州を中心に話題沸騰中。お店では北海道でいち早く取り入れ、オープン当初からの人気商品です。美味しいし、この雰囲気も、はい、運営会社が建築デザイン事務所を経営しておりまして、イタリアの街角にあるジェラート屋さんをイメージして作っています。つけますね。ちょっとのんびりしてきますか。そうしますか。はい、さあ続いてのお店なんですけれども、はい、見た目バランスの良い整ったラーメンで、ラーメンの概念が変わりました。チャーシューが激うまです。そうだ、はい、伏子は高い建物とかマンションがないから、空が広く見えますよね。うん、あ、ここだ、まあ、ラーメン小屋ふ、こちらでしたか。ラーメン小屋ふは店名通り一歩一歩着実に人気店に上り詰めたお店。名店信玄で腕を磨いたご主人が作るあっさりながら癖になる至極の一杯は、並んででも食べる価値ありです。和だし醤油、失礼いたします。おー、綺麗なスープ。またね、香りがいい。あー、なんて優しい。僕の優しさが出てます。はい、おだしの味がふくよかにふて、じわーっと旨味が広がる感じがあって、昆布とカツオといりこと、はい、うん、あと、まあ、いろいろですね。はい、和だしを取る食材を一晩漬け、旨味を抽出することで、あっさりながらも飽きがこないスープに。刻み柚子で味変するのがおすすめだそうですよ。
チャーシュー行ってみようか。お箸で持てない。お箸で持てない。うちのチャーシューもトロトロなので。いらない。本当に油の甘みがすごい。なんかね、してやったりって顔しますよ、ご主人が、ね、すごいだろうと。お肉やっぱり好きなので、3時間ぐらい煮込んだりとか弱火でですね、自家製のタレに漬け込んでっていう、はい、しかもちょっとここに冷凍ラーメン製品化されたんですか。はい、おめでとうございます。お家でも食べられる。お自宅でも、はい。でもね、ご主人ね、なんでね、うん、ふしこで、もともとが境町で生まれなんですけども、この近辺も小さい頃からゆかりがあったので、うん、年配のお客様も多いので、うん、和だし醤油優しいラーメン、うん、合うかなと思いました、うん、なるほど、はい、こちら夜限定の和風スパイスラーメンになります。なんですかこのベーコンの大きさ、和風のお出汁をベースとしたスパイスを入れたラーメンになります、はい、あ、すごいスパイスが一瞬で駆け抜けるんだけど、スンって体に染みちゃうんですね。辛いの苦手なお客様でも、はいはい、食べれる。うーん、わあ、豪快。これ見てください、この厚さ、ね、7ミリぐらい。そうです、正解です。厚さ、はい、厚さ7ミリです。当たったからなんだっていう話なんですけどすごい。油のとこめちゃくちゃ美味しい。和だしの旨味が含んでるんですよね、うん、どうするんですか今後は。妻と仲良く営業していければ。いや、はい、素